子猫のトムのお話は、ビアトリックス・ポター作のピーター・ラビットの絵本である。ある日、猫の旅田・トーイチットが友人をティーパーティーに招待した。子供のミトン、トム、モペットに、よそ行きの服を着せたが、トムの服は、かなりきつくなっていた。服を着せ終わり、旅田はパーティーに出す料理を作る間、子供たちに服を汚さないように言って聞かせて、外に出した。 子供たちは庭を歩いているうちに転んで服にシみをつけたり石垣の下に襟飾りや帽子を落としたりしてしまい特にトムの服はボタンがすべて弾けてしまうそこへアヒルのパドルダックたちが通りかかる子供たちは石垣から降りるがその途中で着ているものがすべて脱げてしまう子供たちは自分たちが服を着るのを手伝うようにパドルダックたちに頼むが逆に服を 全部着て持って行かれてしまう。そこへタビタが出てきて何も着ていない子供たちを見つける。怒ったタビタは子供たちにベッドで寝ているように言いつけ2階の寝室に追いやって、ティーパーティーの客には子供たちは、はしかで寝ていると嘘をついた。しかし、子供たちが寝室ではしゃぎ回ったので、ティーパーティーの雰囲気は台無しになった。一方、パドルダックたちが服を着たまま池で泳いだところ、 服が脱げて池の底に沈んでしまった。そのためアヒルたちは今でも水面に逆立ちをして服を探している。ありがとうございます。